やばいやばい、出血した、出血した。なんで？なんで？どっかからいきなりゾンビに襲われた。ゾンビいるゾンな。ビなんすか、本当に。うん。だって重た。はじめはね。はやっぱ湧いてねえかな。天風さんと合流したいな、来たんだったら。多分ここチェルノブなんだけど。警察署覚えてないですか？ちょっと待って、現在位置が把握できあ、してみなさん、そい。この出て左前の家入ったんそれ。あとなんか壁かなんかにめり込んだ。壁かなんかにめり込んだ。あ、取れた取れた。一瞬しゃがんだ拍子にゾンビ来壁に。た。声は聞こえてる、ゾンビの。やばいやばいやばい。殺せなかったし。え？どこ？あ、い逃げた。た。から入ってきたあいつ、もともとに上にいたのか？移動としたい。今ちょうい。いどや、しなよ。なんて言うんでしょう、戦闘の近くなんですよね、塔の。塔？そう、屋根がめっちゃとんがってるやつ。どこもドタコモワー？タワあ、マジで？じゃあそっち行こう。ー。待ってください。どこもタワーなんか目星もあります？ないと思う。その中で銃一発撃てば目星までいっぱい来るけど。いらねえ。あ、ゾンビだ。うわ、ゾンビだ。本当だ。橋か橋か。次では。ああ、じゃあ、すぐドコモタワーに行ける範囲でちょっといろいろ物色してますね。入れないっぱい。駅から抜けるか。あれ、無理か。ここっすよ。けけ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 すよ。ココス。ちょっとぶち抜いてやるわ。痛いわ。大丈夫かな。うわ。だる。天風さん。どこ どもタワーこも。ついたと。あ、来本当でますしたか。よ。俺もあの正面入り口にいるんだけど。正面入り今。口。今、裏側、裏側。正面出るわ。正面行きます。重っ。重いね。この辺なんか重いんだよな。ゾンビとかいっぱいいるんじゃないですか。来たと。いあれた。か？あれか？突っ立ってるやつ、そうだった。そうですよね、たとりあえず入ろうぜ、家。ぶん。はい。ちょっと、荷物整理しましょそうですね。う。みんな。2階行きましょう、誰か2閉め階。ていけよ。2階広いっすよ、確か。あれ？刺身さん下にいるよ。あ、ちょっと物色してるだけ、物色してるだけ。上って言う、上って。あ、何もなかったっす、ここ。あ、そまあ、ここら辺でいいんじゃないですか。踊り場。う。アメリカ軍人だな。対戦何の弾が欲しいって言ってこたっのシけ？ョットガンと9ミリ。ちょっと待って、9ミリ？あ、9ミリね。はいはい。あ、9ミリ。380入れますよね。380オート？はい。あ、これです。12ゲージも持ってるわ、俺。ああ、ください。ありがとうございます。スコーピオンいる？あ、スコーピオン持ってていいですよ。弾渡すんで。おい。あとマカロブのマガジン。ああ、いいですよ。そのまま使っちゃって。今、弾落としたんで、待って買ね。える弾です。あ、ネイルいらねえから、ネイル捨てりゃ。ネイル今流行るじゃん、やっぱり。やっぱさ、おしゃれは爪の先からって言うでしょ。そっそっち行っち。ちゃった。え、違うの？ 多分じゃ。あれ、マス4つだよね。回線落としていいよ。なんすか？あ、コピオ。え、でも、最初、背負ってるじゃないですか。うん、10。スロット4あ、つ。開けたんですね。4つじゃなくて6個ですよ、これ。2×3 です。縦2、横3、バッ2×3。クがちっちゃいんだな、若さん、それ。はい、多分俺の方がでかいから、多分持ってた方がいいと思うんですよね。ああ、そうか、持っといてもらおうかな。で、天風さん、リゾートしてた方がいいっすよ。ああ、もし、はい。レッドナイン、10口径。これ、オいちいッケー。ちタブ開かなきゃダメなんですね。ダメ。あれがあればいいみたいよ。なんだっけ、オートリマローガダー？ジン？マガジンとかあればなんかいいみたいだけど。はい。一発しか入んないんで。まあね、薬室にだからね。空港向かう？そうですダブね。さん大ダブ丈夫さんは空港の方ですもんね、ですか？多そう。分。行っちゃっていいんじゃないですか。出れねえし。
出れるよ、往復で。そ、なんか外で足音しなかった、気のせい。怖いんだけど。怖いね。なんか、間違えて持ち帰っちゃったよ、また。もうバカかって。ほんとね、空港ね、だいたいこっちだな。こっち方面、こっち方面で走り抜ける感じ。どんどん走っちゃうんでしょうか。もう、あ、食い物だけ食ってっていいっすか。いいよ。あ、俺缶切り持ってるよ。あ、大丈夫です。ビタミン剤とコカ・コーラ。喉が渇いてんのか、俺。あ、じゃあ、水飲んでから行く？そうですね。警察署の奥ですよね、さらにだって。警察署の奥っていうか、あの、ポンプから左の方ですもんね。うん。まあ、じゃあ、そう、そうやって行きましょうか。あの、行くよ。はい。よしでー。途中で井戸あったらそこ寄ってきゃいいんじゃね。そうですね。うん。ただチェルノはね、怖いんだよね。今なんかドアの音がした。またまた、キャンキーって。またまた。あともう一個、万が一ゾンビ撃つときは俺サプレッサーついてるんで、そっちの方がいいっすかね。まあいいよ別に。はい、逃げればいいと思います。よっぽどのことがないように。まあ、戦車だ。まあ、戦車だ。かっこいいな。あ、戦車タイヤだ。だな、タイヤ。あ、あの人どこ行った？マジでタイヤ取られたの？あいつはどこ行った？いや、普通に、戦車か。戦車の、どうぞ右側です。はい。戦車どうぞ。あ、いた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 。ここここ。早くシェード撃つぞ、見つけると。前は待ってよ、出れないんだよ、ここ何やってんすか。え、それ遊んでるわけじゃないですよ。回復アイテムないんですよね、今。崩壊バンテージと、バンテージあるよ。これ1個サリンバッグあるんだ。でもあれがないんだ、なんとかスターター4、フォースターターキット。うん、こっちだな、北。多分このままチェルノから北に上がってきゃ着くと思うんだよね。あれ？なんでだ？撃てなくなってる。空港ってどこら辺なんすか？めっちゃ北。めっちゃ北？うん。北、北西、ちょい北西ぐらい。どん？エアフィールドって書いてるでしょ。え？いや、真ん中ぐらいだな。あー！エアフィールドってとこ。チェルノからちょうど北西ぐらいでしょ。ちょっと左ぐらいですね。うん、北西ぐらいでしょ、ここから。はい。だからちょうどこちら辺に走っていけると思うんだよね。まあ行きますか。うん、行こう。これ大丈夫？ここで記念撮影とかしなくて。はい、大丈夫。お、めっちゃもそなも食ってんぞ。なんもね。こいつ食ってるのめっちゃ不機嫌だな、これ。ドラッグにもなんもないわ。これよくこんな顔広告にしたよね。どこ行ったんだ、刺身さん。あいつだこれ。すっげえ不機嫌。もうちょっと笑顔の写真使えばいいのに。なんでこんな不機嫌な写真使ったんだろうね。こっちなんかなんかもう無心だし、ね、日本じゃありえねえぞこれ多分。エスケープフロムターコだ。ほんとだ。あ、エスケープフロムターコだ。嘘だ。嘘だね。でもこれ多分ゲームのなんかなんでしょうね。うん、違う。お前はいや、ガチでちょっとエスケープフロムターコに見えたね。ちょっと一瞬。2009年8月29日って書いてる。こういうゲームあるんじゃないですか、一応。あるんじゃね、多分。映画かなんか。あれ、ありそう。ね。飛んで走っていくのやめようぜ。そっちじゃなくね？あっちですよね。こっちだよ。こっち。ちなみに空港に行く目的は？武器だよ。AK とか欲しいでしょ。あと人と戦いたいでしょって感じ。そう。そこで手に入れて、やっぱハプニングがないとつまんないですもんね。とりあえず安住の血が欲しいね。そしたら山ごもりじゃないですか。いや、ウィリーズをそっと落とせばいいんだよ。デイズをそっと落としてサポートに連絡して返金してもらえばいいんだよ。やばい、それは。これぞ安住。パーセン。はい。ここあれだって。
不死注意だって。なんで牛なんだよ。謎でしょ。牧場近いんじゃない？肉落ちてっかな。ゾンビ牛。50キロだって制限速度。マジ？やべ、50キロ以上出てないわ、大丈夫？やばい、俺100キロぐらい出してるつもりなんだけどな。街探索します、これ。一応してきますか。あ、いいよ。だって、まあ、急ぐ旅ではないからな。はい。何？はい。なんすか？いや、赤レンガがフレアに見えるから。なんだ、勘弁してくださいよ。タイヤドラム缶に変わるなんかねえのかな。いや、俺もどっか漁ってこよう。ゴミ箱の中とか何もねえのか。あ、コーラ発見。それに刺身さん腰に物騒なもんぶら下げてんな。俺のマグナム？まあね、ビビるよね、俺の見たら。女の子喜ぶけどね。高そうです。気持ち悪い。流れ的に言っとかなきゃいけないかなと思って。何もない。あ、対戦の玉の中身みたいになんもねえわ。皮のみ。それはそれで深刻だよ。まあ焼き鳥だったら皮人気ですからね。あ、どうしたお前。やばい、青色だからこいつドラえもんだな。あれ、みんなどこ行きました？あ、もう行ったよ、先道路先走ってます。これ入れたら最高なのにな。入るってねえのかな。いいって感じですか。うん、隠れる感じで。あれじゃないんですか、メタルギアじゃないんですか。ああ、そうか、メタルギアかぶれもんね。はい。転がることもできますかね。え、これも転がれるよ。まあ確かに、横にコロコロと。影がプレイヤーに見えたからもう怖いわ。プレイヤー見たらもう即刻打つからね。話し合いのかけがもない俺は。てかこの世界さ、あれ、ここ来てから俺ら夜になった。ここ一回ん違うとこじゃね、夜になったの。あー確かに、雨の時が夜だったんですか。一応多分あれだ、ロシアの上すぎるから白夜ってやったんですか。なるほど。あ、走れねー、わかんないけど。街だ、焙煎入り口で待って、走れない。街だ。名前は？わかんない。上着の中結構でも食い物とか入ってっからね。なんもない、上着しかない、本当に。ズボンの履き方がわかんない。どんな履き方がいけんでいいすか、そのにもね。わかんねえんだ、教えてくれよ。まず、右足を通します。まず脱がないとだな、やっぱり。もういいわ、お前ら。お前らに聞いた、俺がバカだった。あの、でっかい弾の方、5点。あ、でもあれですよ、あの、5.45 の弾、60発持ってる。マジで？人来た、人来た、人来た。俺。マジビビった。ビビった、今。マジ来た。マジビビった。やめてくれ、ダクソ。パイセン、これ、足元、今弾落とした。9ミリ。どこ？びっくりした、俺も今。マジビビった、人かと思ったんだけど。心臓止まるかと思った。俺がびっくりしたわ。やめろよお前ら。ちょっと待って、え、なんで、わ、俺スコーピオン落とした。え、なんすか。どっかでスコーピオン落とした。え、だってカバンの中に入れとかないとあれじゃないですか。だから持ち替えたりした時にね、落としてるよ。ああ。だから水飲んだ時じゃなんじゃねえの。じゃあいつまで持ってたのそれ。いや、警察署入ってあのマガジン拾った時は持ってたんで。うん、ああ。ダオさん一応ね、もうエアフィールド向かおうかっつって機体登ってる。あ、マジですか。うん、俺途中にダオさんエアフィ、うん、フィアフィールドの方でしょ。うん、うん、うん、はい、だからもう3人で合流して向かってる。了解です。うん、え、そ、ま、待っててください。ちょっと、うん、車整備して待ってて。車整備して待って。えって声で聞くな。ええ、そん、俺そんな難しいこと言った？今あれ？あれ？うんうんうん。俺まだこのゲームで車乗ったことないです。あら、じゃあやりましょうよ。整備しといて、じゃあ乗りましょうみんなで。車輪とかあるけど、本当にスターターなんとかホーキットないんだけど。
俺もね、サイレントパックあるんだよね。おお。さあ、俺もスターターキットないんだよ。スタートしてく、スタートさせてくんね。銃を無駄に撃ちたくなる衝動わかります？普通でもわかんないね。これ遠目からだと多分わかんないよ。どこら辺まで近づいたら結構目視できます、逆に。いや、まだ目視できてる。いや、場所もわかってるからさ。ああ。わかるけどさ。あ、でもこの辺だと思ってわかんないわ、もう全然。動くとわかるな。ああ、でも動普くと通さ、も。周りのさ、草が倒れるからさ、一応。はい。あれ、どこまで戻ったんだろあ、今、警察署の中、確認してます。どうぞ、落としてみます。あ、撃っちゃった。おい。お前、ドリルの形状、お前、待ってこれ。お漏らししちゃったかほら。らさ、たま。ここで落とした。あ、あったわ。あった？あった。よかった。肌身離さずチンコみたいに持っといてくださいよ。バイセン。はい。ファッキュ。なんでですか？唐突の T3。ここの草全部倒してやる。俺。草全部倒してやるぞ、俺。丸見え。学生みたいなこと言って。めっちゃ倒れてる、めっちゃ倒れてる、すげえ。本当セットにしないとかないわ。めっちゃ倒れてる。浜風さんのヘルメット赤色とかにしましたら目立つよね。そんなことしたら真っ先に狙われるじゃないか。だからじゃないか。だから。俺はなんか紫のやつと、あ、写真さんはあの赤色バックで覚えてるんですよ、俺。テイデーマスクで覚えろよ。なんか顔見るよりは、なんかでかい方がやっぱ目線が行くじゃないですか、人間っ俺でて。もほら、格好がさ、結構カジュアルじゃん、俺。多分はあんまいないと思うんだよね。みんなそういうい。ガチめの格好しだすからさ。はい。ああ。ダクさんも始まった時そんなだったでしょ。確かに。やっぱ緑系でみんな森に隠刺身れるさんんのその銃いいですよね。手に入りやすいし、撃てるし。人来た、人来た、人来た。3、2、1、ファイヤー。やりてえけど、やったらめんどくせえんだよな、また。はどこだよ、看板見ろよって、また。い。どこですか、どこですか。また、タグさんとアモさんの喧嘩が始まる。あったら、なんちゃらって言ったじゃないですか。あったら、後ろに俺がいることを忘れないでよ。このゲーム知ってる？こうやって弾よけたぞ。もう誰も反応してくれなくなったわ。弾よける？あ、めっちゃ水じゃん。み、お、湖、すっげえ。釣り竿持ってるんじゃないですか？釣り竿捨ててきた。入んねえから、もう。結局、あんだけ、いや、釣りするわみたいなやる気出してたのに。だって手にも、だって俺、そしたらもう釣り竿で永遠戦わないといけなくなるぜ。お、それはそれで面白い。確かに。けど多分つまんないと思う、刺身さん自体は。いろんなもの釣れるかもしれな大体人だろう。